ナルト協定場と小ナルト海峡小ナルト海峡の位置。地図右上は淡路島。小ナルト海峡は徳島県ナルト市の四国本土と大下島、高島、島田島との間に位置する海峡である。競技には北部の最強部である小ナルト新橋付近を指す。小ナルト、あるいは無屋の瀬戸とも呼ばれる。海峡の最大幅は約500メートル。延長は 約8キロメートル、水深は5から2 1ル。南部で、スクの海と、中間部で内の海とつながっている。1961年以降に架けられた4本の、橋梁により、大下島、高島、島田島はそれぞれ、四国本土と結ばれたが、現在も、各島と本土の間には、鳴る年によって3つの都線が運行されている。 1998年の明石海峡大橋の開通以前には、小鳴門海峡に面した無谷港から神戸港や大阪港とを結ぶ高速線が発着していた。海峡一帯では、ワカメの養殖が盛んに行われている。また、高島と本土の両沿岸には、江戸時代より沿田が広がっていたが、昭和時代に埋め立てられて、現在は住宅地や鳴門教育大学が立つ。 小鳴門橋付近の本土側の沿岸には、鳴門協定場や無ヤバスストップがある。無ヤ橋付近の大下島側の沿岸は、平安時代に、キツラゆがここを訪れたことにちなんで、土パクと呼ばれる。小鳴門橋付近の海底の砂層には、旧石器時代の遺跡がある。ありがとうございます。